メガネが。リタルランドとブレイクが最高だったよね。メガネが見えない。大丈夫大丈夫。頑張ろう。メガネばっかりは大丈夫大丈夫聞かない。そうですか。大丈夫聞かないですよ。こればっかりはね。こればっかりはね。まあ、私も老眼入ってきてる。本当やばいし。ね、実はすぐ入ってこけるっていう。じゃあですね、はい。次はですね、幸せな結末っていうのを。
と淡々ともう一曲やります。確かなこと、
ただきました。はい、じゃあ、私大丈夫、シラフだから死んじゃいそうな人から人死んじゃいそうな人今ね、ちょうどいい位置、今いい位置、死んじゃいそうな人誰、マジほら、だってみんな死んじゃいそうだよ、もう飲んでだから、あのビール班から行きたいんだよ、日当たり村木さん、日当たり村木さん、イエーイ、全然恥ずかしいですけど、ギターは、ホセさんのお借りするの、ギターはそうですね、あ、じゃあ、お借りするの大丈夫です、あ、ズヤのもいいけれど、大丈夫、これズヤの、死んじゃいそうな人って言われちゃう、何も言っちゃいそう、お借りした方がいいよ、伝染した方がもういい音が出ると思う、みんな赤い時があるの、緊張しますね。LED が赤い照明に変わったっていうけど。すごい久しぶりですね。ちょっとじゃあ歌えるかわかんないんですけど、福山雅治さんのもっとそばに来てっていう曲をちょっと覚えてればいいんですけどね。もっとそばに来て、もっともっとそばに来て、月曜の夜明けから土曜の午後まで行こうね、今夜はとびきりの笑顔とキスを僕にください、薄着の下で守ってきたこと、まだ誰一人触れたことはない、パパとママはもうお休み、窓から抜け出して、もっとそばに来て、もっともっとそばにおいでよ、もっとそばに来て、もっともっとそばに来て。ですかね、はい、すごい緊張しもうちょっといいですすいません、あとはなんか、歌えるのがちょっとわからないので、はい、福山さん以外何が、とりあえず福山さんばっか聞いてるので、はい、桜坂ですか、ちょっと忘れちゃいましたね、そうですね、愛ちゃん協力桜坂で覚えれば、愛と知っていたのに花はそっと咲くのにでしたっけ、すごい緊張しますね、やっぱりI'm sorry.
じゃあ桜坂、じゃあちょっと歌いたいと思います。君をずっと幸せに風にそっと歌うよ。愛は今も愛のままで、揺れる木漏れ日、香る桜坂、悲しみに似た薄紅色。君が言った恋をしていた、君じゃなきゃダメなのに、一つになれず愛と知っていたのに、春はやってくるのに、夢は今も夢のままで、頬に口づけ染まる桜坂、抱きしめたい気持ちでいっぱいだった。この街でずっと二人で、無邪気すぎた約束、涙に変わる愛と知っていたのに、花はそっと咲くのに、今も君のままで、会えないけど、季節は変わるけど、愛しき人愛と知っていたのに、春はやってくるのに、夢は今も夢のままで。ちょっと楽譜の見方忘れちゃったので。I'm sorry.
Thank you.
このままじゃダメなんだと。まあね、そういう時もあるよね。
ここにレジドリンク持ってて。こちらの置けるいいよ、全員赤い絵平で。いい感じ。ね、アンプに置いてこぼしてるママが怒られる。怒られる。弁償してもらえる。礼みたいなね。あのビール逃して何すんだよっていいよ、ね、私がビール持っていく係になってあげるよ。決まった決めてる。何気なく何気なくトラックがチャンピオンやることにしたの。いや、表の方がまたそれはめるというメントしたいな。ちょっと語り合ってダメじゃん。テーマは春になりました。これ短いですよ。相当短いですよ。この間なんかいきなり喜んでこんなに短いこっちの方が長いです。お子さんがいたじゃないですか。こっち長い。5歳のお子さんがいた。隣では2人だ。だけで意味が聞こえた。急に言うんやん。ちょっとお隣まだ冬だったよ。
子がね、でっかく見せるやつだはい、ありがとうございました。3回ぐらい聞いただけじゃないけど。